この1球は絶対無二の1球なり。本当はここで主題歌を入れたいですね。どうもこんにちは、前田の海と申します。この言葉は松岡修造さんが1995年のウィンブルドン大会で叫んだセリフということもあって、ご存知の方も多いかもしれません。元は福田正之助さんの定休君の一節で、全文はこうなります。この一球は絶対無二の一球なり、されば心身を上げて一打すべし。この一球一打に技を磨き、体力を鍛え、精神力を養うべきなり。この一打に今の自己を発揮すべし。これを提供する心という。エースを狙いの漫画の中にも出てくるこの名言を残した福田正之助さんという方は、全日本テニス選手権の第1回大会男子シングルスの優勝者だそうです。いい言葉ですよね。テニスに限らず全てのことに通用する言葉だと思います。で、私が初めてエースを狙う知ったのは小学生の時です。夏休みに母方の祖父母の家に行った時に、テレビで新エースを狙いを見たのが最初なんですね。主人公の岡ひろみが履いて倒れるまで猛特訓をするという場面を見て、すごい衝撃を受けました。で、調べてみると、この「新エースを狙い」のテレビアニメの放送は1978年から1979年なので、放送当時私は5歳ですから、当然その時やっていたアニメは再放送だと思うんです。けど本当に面白くて、毎日テレビのチャンネルをガチャガチャ回して見ようとしたんですけど、やってる時とやってない時があって、全部見ることはできませんでした。で、夏休みですし、外で遊ぶことも好きな子供だったので、しばらくするとエースを狙いの存在自体も忘れていったんですが、そのエースを狙いに再び出会ったのが高校生の時です。高校の同級生が漫画の単行本を貸してくれたんですね。私は少女漫画もものすごく好きなんですけど、その頃読んでた少女漫画って「花と夢」っていう雑誌の作品がほとんどだったんですよ。佐々木典子先生の「動物のお医者さん」とか、日渡り咲先生の「僕の地球を守って」とか、少し少女漫画の絵があまり少女漫画っぽくないというか、スタイリッシュになっていたと思うんですね。それに比べるとっていうと、とても失礼な言葉なのですが、パッと見ていかにも少女漫画っていう感じがするので、そのエースを狙いがね。だから小学生の時おばあちゃん家で見たな、漫画もおもろいかなくらいの感じで読み始めたんですが、これがもうですね、面白くて読むのをやめられないという。で、後から自分でも文庫版を買い集めたりもして、今回久しぶりに読み直してみたんですけど、これはとんでもないお話だなって思いまして、以前から好きな漫画についても喋ってみたいなと思っていたので、今回エースを狙いについて喋ってみることにしました。ものすごく有名な漫画なので、ご存知の方も多いと思いますが、ざっくりとあらすじを言いますとですね、主人公の岡ひろみは親友の相川真紀とテニスの女王お蝶夫人に憧れて、テニスの名門である西高のテニス部に入門します。そこで新任である宗像コーチの目に留まって、なぜか地区大会出場選手の5人のうちに選ばれるというところから、ただ楽しくテニスをしていただけの少女岡ひろみが、宗像コーチからの厳しい特訓を受けて、テニスの選手としても、そして人間としてもどんどん成長していくという物語です。この5人のうちの1人は音羽さんという先輩が選ばれると周りの人もみんな思っていたのですが、ひろみが選ばれてしまうということで、ひろみはお蝶夫人からもコーチにお断りしてらっしゃい、その方があなたのおためよと言われるし、先輩たち含め他の選手からも決まってるじゃない、どうせ裏でコーチに取り入ったんでしょうよとテニス部内で孤立してしまうんですね。なので自分がやりたくないって言っても無理やり選手にされて、親友のまきちゃん以外からはソース感を食うもんですから、最初ひろみは宗像コーチのことをよく思っていないんですよ。そしてこの部内で孤立する状態が長く続くことで、生徒会長で先輩の男子部員でもある東堂さんがいろいろ優しくしてくれて、どんどん仲良くなっていくという緊張感の中にも胸キュンなストーリーが展開していくという漫画です。もう本当にこの辺はうまいなと思います。でひょっとしてあまりエースを狙いをご存じない方の中には宗像コーチとヒロミが恋仲になると思っていらっしゃるかもしれませんが、ヒロミが好きなのはあくまでも東堂さんであり、コーチはコーチなんです。ただものすごく魂の結びつきが強い完璧な師弟関係になっていくんですね。でこのヒロミと宗像コーチがどのように強い結びつきを持つ師弟関係を作っていくのか、そこに東堂さんとの恋愛関係も絡んでくるし、他にもこう魅力的なキャラクターがわんさか出てくるしで、本当に面白い漫画です。ちなみに宗像コーチはヒロミのことをどう思うんだろうというのが気になる方はぜひぜひ漫画を読んでみてほしいなと思います。で魅力的なキャラクターがたくさん出てくるエースを狙いなんですが、今回私が一番話したいのはお蝶夫人です。お蝶夫人というとこう何々じゃなくてよってしゃべる縦巻きロールの髪型で大富豪のお嬢様だというイメージだと思うのですが、このお蝶夫人、本名を竜崎玲香っていうんですけれども、すごくこう複雑なキャラクターとして描かれていて、単純に主人公をいじめるお嬢様キャラでは全くないんですね。で確かにお蝶夫人は最初のうちは結構意地悪な感じに描かれています。恋愛感情というわけではないのでしょうけれども、東堂さんもこうヒロミに優しくするし、宗像コーチもヒロミに目をかけているようだということで、2人ともヒロミに取られてしまったという感情が描かれている部分もあります。でも山本澄香先生のすごいところは、好感を抱いている2人の男性を取られてしまったからヒロミを憎らしいと思う、だけど自分を慕ってくる素直なヒロミが可愛くて仕方がないという一人の人間が持つこうアンビバレンスな感情を描いているところなんです。皆さんも自分自身の感情を振り返ってみると分かると思うんですけれども、人間って一つの物事とか一つの人間に対していろいろな感情を持っているのは普通の状態であって、この部分は好きだけどこういう部分は嫌いだとか、心が揺れ動くのが人間という生き物だと思うんです。そういうとても人間らしい心をこの「エースを狙い」という漫画で最も請け負っているのがお蝶夫人というキャラクターだと思います。ただひょっとするとこの「エースを狙う」連載していたマーガレットの編集部からお蝶夫人を意地悪なお嬢様キャラにしてほしいという要望があったんだけれども、山本澄香先生がそういうキャラクターにはしたくないという思いから、途中からお蝶夫人の描き方を変えていったという可能性もありますが、この辺りはもう山本先生に聞いてみないとわからないので何とも言えないですね。でも最初からこういうキャラクターにしようと考えていたにしても、編集部の意向を飲むことができなくて途中から変えていたにしても、お蝶夫人がこの複雑な自分の気持ちを乗り越えていく、受け入れていくという部分が個人的にはすごく好きなんです。でこの「エースを狙う」という漫画は岡ひろみと宗像講師の話であると同時に、お蝶夫人の物語でもあるんじゃないかなと思います。もちろん皆さんのそれぞれ思い入れのキャラクターはいると思うので、人によっては違うと思うんですけれども、この漫画は全てのキャラクターが良すぎて中身が濃いので、語ろうと思えば全キャラクター語れるんですけれども、とりあえずお蝶夫人について語らせてください。で最初の方に話した音羽さんという先輩の代わりに出た地区大会の団体戦で、宗像コーチの厳しい特訓の成果もあってヒロミは最後倒れながらも試合に勝利し、西高は3勝2敗で団体優勝するんですが、これによってますますヒロミは先輩たちから疎まれます。個人戦ではお蝶夫人と緑川蘭子が戦って、緑川蘭子が手首を負傷して棄権して、お蝶夫人が個人優勝を果たします。である日、その新聞部の新聞にお蝶夫人と共にデカデカとこうヒロミが取り上げられていて、先輩たちから「あなたこんなにしてまで自分を売り込みたいの？それでもテニスプレーヤー？そんな人と同じテニス部員だなんて恥ずかしいわよ私たち。いくら個人競技だからって自分一人目立ちたがって汚らしい」とか、もうヒロミは先輩たちからなじられて散々な目に遭うんです。でそんな時に宗像コーチから関東大会女子ダブルスのメンバーが発表されます。そのダブルスでひろみとお蝶夫人が組むようにと宗像コーチから命じられるんですね。でこのひろみとお蝶夫人がダブルスのペアを組むというお話が後々のお蝶夫人の心の葛藤とか成長というものに大きく関わってくるんですが、この関東大会でペアに選ばれた時にお蝶夫人は「お断りします。息の合わないペアでダブルスはできません」って言うんですね。でも宗像コーチは「お前たちなら会う。お蝶になら岡が理解できる。岡ならお蝶に応えられる。いいダブルスになるはずだ。やる気さえあれば」と言って2人をペアにして厳しい練習が始まるんです。でもですね、この2人がダブルスを組まされたことで先輩たちの怒りがもっとヒートアップして、とんでもない、そこらの試合と違うわ、関東大会よ、ダブルスシングルスを問わず未だかつて負けたことのないお方があの子のせいで公式試合で負けるのよ、許せない、あの方は私たちの誇りよ、あのペアを解消させるのが私たちの務めだわと言って練習試合でヒロミに対して個人攻撃をするんですね。でそれを見ていたヒロミの親友のマキちゃんが「あんまりですコーチ、注意してください」ってコーチに訴えたら「何を注意するんだ、一人に攻撃を集中しチームワークを崩すのがダブルスの戦法だ」と言ってその先輩たちの個人攻撃をやめさせようとはしないんです。当然ヒロミはボコボコにやられてまともに球を返すこともできない。それを見てお蝶夫人は「またあんな球は私が受けるのにわきまえのない」ともう心の中のイライラを隠すことができない、もうおっかない表情をしてヒロミを見たりして、このダブルスは一体どうなるんだろうともう読んでる方もドキドキする展開になっています。でそれでヒロミがものすごく落ち込んで公園のベンチに座っていると、お蝶夫人との戦いで負傷した緑川蘭子が現れて「無理ないわね、テニス王国じゃ部員のプライドも相当なものだし、追い越されるほどプライドを傷つけられることないし、抜くものと抜かれるものと摩擦があるのは当然よ、だから同情する気にはならないわ、あなたには人を追い抜く力があるんだし、それにたとえどんな思いをしようとそれは全てテニスをするための苦しみじゃないの、同情なんかするもんですか、テニスができない苦しみだってあるのに」と言ってこうぐいっとこう負傷した腕を見せてですね、全治2ヶ月よあなたって言うんですね。でそれを見たヒロミはこうハッとしてこう、ああ私は一体何を悩んでいるんだろう、悩むことなんか何もないじゃないか、たかが初コンビと息が合わないぐらいのことでバカ、この人2ヶ月もテニスができない。でそして緑川蘭子にこう言うんです。ごめん私すごく恥ずかしい、甘ったれてて育児なしで本当にバカで、でそう言って立ち直るんですね。でその後場面が変わって、ダブルスの練習でまたヒロミの集中攻撃が続きます。しかしヒロミは「いいんだ、テニスができるだけいいんだ、こんなのつらいうちに入らないんだ、いつかおらんと勝負する日のためにこのくらいのことを笑ってやり抜いてやる、ここでくじけておらんに勝てるわけがない、辛くなんかない、辛くなんかない」と同じ集中攻撃を受けていても今までとは全く違う意識でこう練習を続けるんです。そういうヒロミを見てお蝶夫人は「まあ昨日までとは別人のようだわ、この子なぜこういつも立ち直ることができるのかしら」っていうふうに驚くんですね。で周りで見ているやじ馬が「まあ張り切ってること、まだやめる気になんないんだわ」って言うんですが、その声に対してもお蝶夫人は「お静かに」って言ってバシッとこう注意をします。それでここまで来てお蝶夫人は宗像コーチが考えていることを理解するんです。ダブルスを組んだ以上パートナーは大切にしなければならない、それを計算してこんなペアを組ませるとはコーチもなさることに卒がないっていうふうに言って、ヒロミの変化を見てお蝶夫人の意識も変わっていく様子がすごくよく描かれていて、これは私の好きなシーンの一つですね。で結局先輩たちがどれだけヒロミを集中攻撃しても宗像コーチはヒロミを外すことはせず、そのままヒロミとお蝶夫人のペアで関東大会のダブルスに出場することになるんですね。でお蝶夫人はいつも通り強くて蝶のように美しいポーズから凄まじいサーブを繰り出します。で相手選手2人も最初はお蝶夫人の強さに圧倒されて一体どう攻めたらいいのって思うのですが、ヒロミとお蝶夫人がペアを組んで日が浅いことを思い出して案の定ヒロミをこう集中攻撃してくるんですね。で狙い撃ちされてもヒロミは体が球についていかないんです。でお蝶夫人も試合をしながら「落ち着きなさいヒロミ、落ち着きなさい、まあすっかり混乱してあんな球までエラーしてこれではカバーのしようがない」っってそういうふうにお蝶夫人は思うんですが、その試合を見ながら宗像コーチが思っていることもすごいんです。苦しんでおけ、精一杯苦しんでおけ、より高く飛ぶ前にはより低く身をかがめねばならない、だから今骨の髄まで苦しんでおけ、何かを得るための代償時だ、十分に支払えって言って、でそしてヒロミは集中攻撃された結果、2人は第1セットを落としてしまうんですね。でそんな2人に宗像コーチは言います。2人ともそんな顔するんじゃない、もっとリラックスしてとにかく球を相手コートに返すんだ、それからただ苦しむんじゃないぞ、球を1人に絞られる苦しさが分かったらその効果を利用して相手の1人に球を絞れ。それに対して「はい」って言ってヒロミはコーチの言葉に返事はしているのですが、もうすっかり将棋変えてしまっているんですね。怒っていらっしゃるんだろうなお蝶夫人、お顔がまともに見られない、ごめんなさいごめんなさいっていうふうに心の中ですごくこう思っているんです。で落ち込んでいるヒロミに追い打ちをかけるようにどこからかこう声が聞こえてきます。敵よりも頼りない味方の方が恐ろしいって言うけど本当ねっていうふうに言って、そしたらその声の声をお蝶夫人がこうきっと鋭い視線を送り、こう言います。誰です、私のパートナーを動揺させるようなことを言うのはって言って、観客に向かってそう言い放った後、お蝶夫人はヒロミにこう向き直ってですね、ヒロミ何なのさっきのプレーは、負けることを怖がるのはおよしなさい、たとえ負けても私はあなたに責任を押し付けたりはしない、それより力を出しきらないプレーをすることこそ恐れなさいって言って、落ち着きなさい、しっかりしなさい、コートにいるのはあなた一人ではないのよ、私が、味方がもう一人いるのよ、あなたのエラーは私がカバーします、精一杯のプレーをしなさい。ヒロミはですねこの言葉に感激して涙を浮かべながら、分かりましたありがとうございますっていうふうに答えて、こう救われた表情をするんですが、それを見たお蝶夫人は結局冷たくはしきれない、やっぱりこんなにあなたが可愛い、こんなにもあなたの苦しむ顔を見るのがつらい、この私を振り切ってこの気持ちをよくも踏みにじってと憎もうとしたけれど、結局はその素直さ、そのひたむきさ、やはり惹かれる、追ってきなさいヒロミ、私は永遠にあなたの前を走る、追ってきなさい、力尽きて倒れるまで、私はあなたより先に倒れたりはしない、どんなに苦しくとも、それでもまだあなたは救われるのよ、けれど私こそは孤独だわっていうふうに言うんですけれども、この一連のセリフすごいと思いませんか。お蝶夫人はこの時高校2年生なんですけれども、自分が高校生の時に読んでいた時はもうなんかすげえ高校生だなと思ったぐらいだったんですけれども、今読むとお蝶夫人というのはどこかこう山本澄香先生の分身のようなキャラクターなのかもしれないと思うようになりましたね。でお蝶夫人の言葉を受けてヒロミの動きがどんどん良くなっていって、足に怪我をしながらも第1試合ヒロミとお蝶夫人が勝ちます。で第2試合も勝って、準決勝も足の怪我がこう悪化するヒロミなんですけれども、内身より今ここで戦いもせず負けることの方が苦痛だとこう懸命に戦うんですが、その姿を見たお蝶夫人が、なぜ立てる、なぜ走れるその足で、何があなたを支えている、テニスへの情熱、それならば私も負けはしない、あなたがその痛みに耐えることでテニスへの情熱を示すなら、私はこの試合に勝つことで私の情熱を示す、あなたはそうして立っているだけでいい、それが今のあなたには精一杯なはず、そのあなたをカバーして勝ってみせるっていうふうに言って、コートの3分の2を受け持って精神力で相手をねじ伏せて勝利し、こう決勝へ進んで、炎天下の中の苦しい試合も乗り越えて、ヒロミとお蝶夫人は初ダブルスで関東大会を制し優勝します。でこのヒロミとお蝶夫人のダブルスの試合は単行本の2巻と3巻を使ってかなりしっかり描かれていて、きっとこの2人はすごくいいペアになっていくんだろうなということを匂わせて終わっているにもかかわらず、この2人はこのあと一度もダブルスを組むことがないんですね。じゃあヒロミは誰とペアを組むのかというと、単行本の8巻に出てくるジャッキー・ビントというオーストラリア人なんです。ジャッキー・ビントは全豪のランキングプレーヤーで、高校2年生になったヒロミがオーストラリアに海外遠征した先で2人は出会うことになります。でヒロミと同い年でライバルであり友達にもなる宝力彩子というキャラクターが出てくるのですが、オーストラリアではその彩子の友達のレイノルズ一家にヒロミたちはお世話になるんですね。でレイノルズ家にはすいませんでレイノズル家にはエディとアンジーという兄弟がいて、その兄弟もテニスをやるんですが、ジャッキーは自分の牧場が近いのでその兄弟とも友達で、その時にヒロミと東堂さんがテニスの試合をするのを観戦します。でジャッキーはまずヒロミが男性相手にプレーすることに驚き、でヒロミのプレーを見て「よく走る、速い、日本の女子はドタ足で遅いと聞いていたのに、それにあの男子相当な選手だわ、あんなで男子選手相手にプレーするなんて」っていうふうにすごく衝撃を受けて、帰国前夜のパーティーで宗像コーチに「いずれ彼女とプレーさせてくださいましね」っていうふうに声をかけるぐらいヒロミに惚れ込んでしまうんです。それから日本に来て龍崎邸に滞在して、お蝶夫人が切符を手配してくれたので2人でヒロミのインターハイの決勝を観戦します。で決勝に勝って高校女子チャンピオンになるヒロミをジャッキーはその目で見て、龍崎邸から足しげく西高に通うようになるんですね。でそんなジャッキーにお蝶夫人が「また西高へ行くのですか?」と声をかけます。ヒロミとプレーするためにと聞くとジャッキーは「ええ、まあやらないと体がなまるから」っていうふうに答えるんですね。でお蝶夫人は重ねて聞きます。本当の目的は、日本へ来た本当の目的は。ジャッキーは「まだ言えませんが、多分あなたの思っている通り」と言いながら去っていきます。ここからのお蝶夫人の心の声がもうすごく胸にしみるんです。お蝶夫人、誰が最初に呼んだのか。私がクラブに誘い、ラケットをあつらえ、グリップを、素振りを、手取り足取り教え。可愛かったヒロミ、私にとってはあなたこそが蝶だった。それが、あの人に惹かれ、あの腕に抱き留められ、テニスを愛し、テニスを選んで、私から去っていった。そして今また。お蝶夫人の孤独な心がよく表されている、すごくいいシーンだと思います。でこのランキングプレイヤーであるジャッキー・ビンドが3日も西高へ通い詰めているということは、東堂さんで親友でやはりテニスプレイヤーの尾崎さんで新聞部の千葉さんの耳にも入ります。でそして千葉さんは岡さんとダブルスを組もうとしていると推測するんですね。でそれを聞いた尾崎さんはこう言います。もしそうだったら一番ショックを受けるのはお嬢様だ。今までダブルスで成功したのは岡さんと組んだ時だけだ。他の人とも負けたことはなかったさ。しかし考えていたペアの相手はただ一人。お嬢様こそ彼女と組みたかったはずだ。彼女が同じ大学生になる日を心から待っていたはずだ。でそしてついにジャッキーから宗像コーチに正式にヒロミとダブルスを組みたいという要請が来てしまうんです。それを知ったお蝶夫人は動揺して父親の龍崎理事に訴えます。来るべきものが来ましたわ。予感はあったのですわ。もうずっと前から。なのにいざとなると動揺します。分かっていました。ヒロミはおらんや私とは違うのだと。ただテニスが好きで恵まれた環境の中でたまたま名を得たものとは違うのだと。宗像コーチの目に留まった時から、血を吐くような特訓が始まった時から、少しずつ確実に違ってきてしまったのだと。ああお父様、私はテニスを愛していますけれど、それとこれとは、と言ってお父さんの背中に顔をうずめるんですね。その悩めるお蝶夫人が立ち直るきっかけを与えてくれたのは、やはり低級協会の理事でもあり父親でもある龍崎理事でした。で低級協会のメンバーの資格と特典を返上するというお蝶夫人に対して父親の龍崎さんはこう言います。なぜ岡君のことで動揺するのだね。岡という選手を生んだのは一体誰だね。宗像君が彼女の育ての親なら、生みの親は麗華、お前だよ。お前に惹かれて岡君がテニスを始め、それが宗像という有能なコーチの目に留まり、その岡君のプレーに惹かれてまた多くの後輩が続く。素晴らしいと思わないかね。人にはそれぞれの生き方があり、それぞれの道がある。落ち着いて考えれば、皆お前には分かっていることなのだよ、麗華。私は信じている。人生において常に岡君の良き先輩でありなさい。このお父さんの言葉でお蝶夫人は立ち直り、物語前半の少しトゲトゲしさを感じる部分がそぎ落とされて、慈愛を持ってヒロミの成長のために力を尽くしていくんですね。で、自分が最もダブルスを組みたかったヒロミをジャッキーに取られたにもかかわらず、お蝶夫人はジャッキーとヒロミのペアがうまくいくようにと、ジャッキーと手紙のやり取りまでするんですね。で、それでこの辺りは皆さんご存知だと思いますが、宗像コーチは27歳で亡くなります。で、その後どん底に落ち込んだヒロミは宗像コーチの親友の桂コーチのもと少しずつ立ち直って、ジャッキー・ビントとのダブルスでの試合の日が近づいてきます。そしてもうここがすごく好きなシーンなんですが、宗像コーチの一周忌の夜、お蝶夫人が自分の子供の頃や宗像コーチの思い出しながらこう考える場面で、人生は旅だと誰が最初に言ったのか、砂利と茨と暗闇と、そんな道が気の遠くなるほど続く。けれど彼方に確かな光が見える。今が苦しければ苦しいほど前へ進まねばならない。この苦しみから抜け出るために、果てしない悩みなどない。底なしの苦しみなどない。あれほど苦い人生も笑っていった人がいる。あの人に負けたくない。そんなことを思いながら、お蝶夫人はこう流れる涙をこう拭ってですね、ヒロミに電話をかけるんです。いよいよだわね、どう落ち着いていてとヒロミに聞くと、いえ、それがなんだか眠れそうになくてっていうふうにヒロミが答えるんですが、それに対してお蝶夫人は、勝とうとすることなどなくてよ、ヒロミ。あなたのプレーをすればよろしいのよ。この一球、常にそれだけでよろしいのよ。星でもご覧なさい。そして、深呼吸をしてゆっくりお休みなさい。こう言ってヒロミの心を落ち着かせるんですね。で、電話を切ってお蝶夫人はこう思います。私にとってこれがあなたとのダブルスよ、ヒロミ。で、ここのですね、このお蝶夫人がちょっとこう悲壮感が漂うようなこう複雑な表情をしているんですが、このお蝶夫人の心、こう内面の成長がすごくよく出ていて、本当に素晴らしいシーンなんですよ。ここへ来てお蝶夫人は、自分はテニスではヒロミとダブルスを組むことはできなかったけれど、こうしてヒロミを支えて、お父さんが言ったように常にヒロミの良き先輩であることが自分にとってのヒロミとのダブルスなのだという、ものすごく高い心の領域にたどり着いているんです。これは単行本の14巻なんですが、最初からお蝶夫人がこういうキャラクターではないところがいいんですよ。さまざまな心の葛藤を持ちつつ、女性として人間としてヒロミに対して美しく振る舞おうとするから素晴らしいんですね。長くなってごめんなさい。ようやくここまで来ましたが、このお蝶夫人というキャラクターから学べること、タイトルにある〇〇に入る言葉は前頭連合野です。前頭連合野っていうのは大脳皮質の一番前の部分を占める領域で、猿や人などの霊長類で特に発達した脳の構造で、猿で 11.5%、 チンパンジーで 17%、 人ではなんと 29% を占めていて、人間のこう人間らしさを司るところだと言われています。で、このテニス以上にこの前頭連合野をゴリゴリ鍛えているのが、この漫画に出てくるお蝶夫人だと私は思うんですね。で、なぜかというと、この前頭連合野というのは、自分のネガティブな感情をなかったことにしないということで鍛えられていくからなんです。で、ネガティブな感情っていうのは怒ってはいけないとか、妬んだり憎んだりする自分は醜いんだとか、まあいろいろありますよね。で、若い人でも私のような中高年でもこう自分にはそんな汚い部分は一かけらもないってこう思い込んでる人が今すごく多いと思うんですよ。で、怒りとか憎しみとか妬みがない人間が美しいっていうふうに勘違いしてる人がすごく多いと思うのですが、そうではなくて、お蝶夫人のようにそういうネガティブな感情がある自分というのをしっかり認識して、そういう自分の心をちゃんと受け止められる人間が美しくて品格が高い人間なんですね。で、ネガティブな感情なんて自分にはないっていうふうに思ってる人は、一見いい人そうでもすぐにこう責任転嫁をしたり、嘘をついたり、自分が他人に嫉妬しているにもかかわらず相手が自分に嫉妬していると思い込んだりしてしまいます。で、お蝶夫人はこうちょっといいなと思ってた東堂さんも宗像コーチもヒロミに取られて、テニスの実力でもヒロミに抜かれ、でもそのヒロミとならダブルスが組めると思っていたのに、ジャッキー・ビントという人が奪っていってしまったという、欲しいと思っていたものが全く手に入らないという、実はとてもかわいそうなキャラクターなんですね。だけど後半に行くにつれてお蝶夫人が本当に気高くて美しいのは、自分の中のヒロミに対する複雑な感情を否定するのではなく、しっかりと受け止めて、その上で理想の自分としてヒロミに接し続けるからなんです。人間なんだから、人を憎んだり妬んだりすることもあって当然で、エースを狙いという漫画はお蝶夫人以外にも脳の前頭連合野を鍛えているとしか思えないキャラクターばっかり出てくるんですが、私は特にお蝶夫人という人物にそれがよく現れているなと思いました。でネガティブな感情は決して悪いものではないんですね。不快ではありますが、あって当たり前の感情なんです。逆にその感情を自分がしっかり受け止めないと、無意識にダダ漏れになってしまって、ネットで人を中傷したりであるとか、他人を心理的に支配しようとしてしまいます。お蝶夫人のようにネガティブな感情をなかったことにしないで、真正面から向き合って否定したり言い訳したりせず生きることが、前頭連合野を鍛えて品格の高い人間になれるという見本のようなキャラクターなんですね。で皆さんもぜひお蝶夫人のように自分のネガティブな感情を受け止めて、前頭連合野を鍛え、真に品格の高い美しい人間になっていきましょう。私もまだまだですが頑張ります。エースを狙い、この素晴らしい漫画ですので、ぜひ一度ご一読くださいね。長々と喋りましたが、最後までお聞きくださりありがとうございました。前田のえみでした。